はい。こんにちは。クラウン野田です。えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、既存影屋さんの生き残りにかけて、まあ、今までそのマーケティングの話とか、まあ、いろんな話をして、で、えっ、ー、と、じゃあまあ、どうすればいいのっていう、まあ、そういう、まあ、質問っていうのはやっぱりあると思うんですよ。まあ、何人かにも聞かれましたし。で、まあ、正直言って、えっ、ー、と、その答えは、まあ、僕は、 まあいくつかその方向性は分かりますけどまあ僕がこう,こうした方がいいやした方がいいっていうまあそういう話ではないような気がしますんでっていうふうに言ってお茶を濁してたんですけどでもまあねもっと具体的に教えてよみたいな質問をちょっといくつかいただいちゃったんで具体的まではいかないんですけどこういう方向の考え方がいいんじゃないかなみたいなものをまあご紹介できればいいかなって。ななんでそうこんなにんででこにるかっていうと あの多分一社一社によってその、えっと、戦略は、えっと、変わってくると思うんですよだからもうテンプレで、えっと、これだやればもう絶対大丈夫みたいなのはやっぱり世の中なくてなのでまあだから最終的な結論には至れないと思うんですけど、まあ、方向性のヒントだけはちょっとお話しできればいいかなと思って、えっと、今回やらせていただきますでまあ、えっと、もう冒頭に「ライフスタイルショップ」って、えっと、書いてますけど。 まあ、ライフスタイルショップのその方向性っていうのは一つのいわゆる打開策として、えー、と解決方法っていうか脱出方法として、えーとまあ、いかがでしょうかっていうお話をさせてもらいます。であのライフスタイルショップって何かって、まあ、そういう話になるわけなんですけど、まあ、基本的には衣食住です。衣、まあ、洋服ですよね食は食べ物で銃はまあ家具としましょう、まあ、インテリア。えー、まあ 不動産も含めてになってくるんでしょうけど、まあ、今回の話はまあ家具屋なんで家具としましょうで、まあ、家具屋さん主導で、えー、と洋服も扱ってて食事も扱って、まあ、要するに、えー、とレストラン、えー、とカフェを併設してますみたいなところは、まあ、いくつかあるとは思います代表的なところで言うと、まあ、ここら辺だとアクタスさんとかはやってますよねあとまあそういったところで、まあ つまりライフスタイルショップって衣食住横断して誰かその任意のえとまあえとコンシューマーのえーとスタイルっていうものを紹介しましょうっていう話になるんですけどあのライフスタイルショップってそもそもとまあその辺漠然としててじゃあ具体的にどういうものかっていうのをま,あまず初めにえとお話ししたいと思います。でここに「アロハ」って書いたあのかき氷えっとハワイ名物ですね。 かき氷レインボーかき氷かレインボーアイスなんていうのかなとよくあるうアイスですね、えー、とハワイに行くとこういうのがいっぱい売ってますけどでまあここにと色とりどりのそのシロップがかかった、えー、とかき氷がありますとでまあこの中の中には空洞が開いてまあちょっと先っぽが、えー、とスプーン状になっているストローまあこれをブスッとどこかかの角度で刺しますでその中刺して どっかの角度からまあどこでもいいんですけどまあどこでもよくないそこが腕なんですけどどこからから刺して、えー、とここの中に入ったかき氷を抜けだすな抜き出すとこういう形に例えばこういう形になるとしますこれがいわゆるライフスタイルショップの、えー、と覆うべきマーケットですだからあの角度を刺すところによって、えー、とここの分量が変わってくるんですよもしかしたらピンクだけになっちゃうかもしれないしとか。 まあ、そまあライフスタイルショップにならないんですけどでまあこの W と,、えー、と D と H、まあ、ここに関してを、あのーえー、としっかりといろいろその、えー、と要素を変えて考えていく、まあ、これが、えー、とライフスタイルショップの考え方ですはいであのー、まあ今ここは緑青ピンク赤ってまあとりあえず今 <laughs> 持ってる蛍光ペン4色しかなかったんで4色書いてますけどじゃあ緑は うーんじゃ洋服、T、シャツとししましょう、まあ、青はコーヒーだけど、まあ、こういうコーヒーとかでピンクはこうで赤は、まあえーとまあ、家具の何かみたいな、まあ、形で、えー、とどこに、えー、と重点を送ってどこの角度を指すかっていうのが考えどころになってくるわけなんですけれどもただライフスタイルショップって、えー、とここのごめんなさい話になるんですけどどうしたってあの資本力と組織力っていうのがやっぱりどうしても必要なんですね。 例えばその家具屋さんがあの T シャツも取り扱いましょう、えっ、ー、とカフェも併設しましょうってやった時あの小さなその資本力と小さな組織力だとどうしても行き詰まっちゃうんですよね。家具に関してはまあクロートだけどどうしたってえっ、ー、と医療に関してもしくはえっ、ー、と食に関しては別にクロートでもないし、まあ、要は素人の真似事みたいになって結局は長続きしないみたいな、まあ、そういうことになってきます。 なのでやっぱりどうしても資本力のすごく大きいところそれから組織力がまあそれに比例してえと高いところいろんな人材がいるうんと社員としているところまあそこしかライフスタイルショップっていうのはえとうまくいかないんですだからののライイフスタイルショップっていうははおすすめはしませんはいでまあじゃあえと具体的にどうしていけばいいんでしょうみたいな話になるんですが。 まあ家具だけのスタイルショップを作りましょうと、まあ、そういうことになりますまあどういうふうにスタイルをえと分けるかっていったらやっぱりいつもの,その年齢とか性別とか年収とかえとまあそういったところでいわゆるマーケットっていうかまあお客さんをセグメントしていくと、まあ、今「江戸セトラ」で20って書きましたけどまあ20項目の絞りは必要だと思います。20項目で絞ったら まあ要はここのかき氷全体じゃなくてまあ刺すんですよね。刺してもう絞りに切ったこのこのマーケットに対してどういうお店が有効かっていうふうにお店のいわゆるコンテンツが必要有効かということを考えていくっていうことがすごく大事になります。そしてその中でえっ、ー、と緑は えと家具の中の何にあたるのか青は家具の中に何にあたるのかピンクは赤はって考えてまあもちろんこれ4種類だけじゃない四種類だけじゃないですけどたくさんあると思いますけどそれをえっと考えて一つのパッケージを作っていくとまあそういった形が一番有効なんじゃないかなと思います。まあ結局それはどういうことかっていうともうあれですねまあいつも言ってる話で結局は STP なんですよねっていうまあ話になってきますセグメントターゲッティングポジショニングまあ、これがそういうことですこれとこれまあ、結局結論は一緒ですまあ、STP ですねだからそれをしっかりやって今今はもういっぱいある家具屋さんいろいろ置いてありますよこの中からどうか何か一つ選んでくださいっていうまあ、百貨千貨っていう百貨店とか千貨店みたいなイメージっていうのはえっ、ー、とどうしてもうまくいきません だからセグメントにセグメント重ねてターゲッティングポジショニングしっかりやってえとこのストローの中に残るそのスタイルえと私たちはこのスタイルでいきますっていうのがしっかりと,えーとマーケットに認知されてそれでようやくえとうまくいくんじゃないかなと思いますだからまずはその大きな広場えと売り場か広場じゃない売り場をえとまず小さくていいんですよもうセグメントしちゃうんでもうこれだけの容量はいらないんですもうこれだけでいいので。 むしろこれぼやけちゃう。ぼやけちゃってもう負けと分かりませんのでもう我々はこうだここら辺を駆使してねここか我々はこうですそれで認知されてでなおかつそこに対してそれが気に入ったそのスタイルが私はすごく大好きという人たちを集めてここだけに終始して販売をしていくまあこれが、えー、と最終的な今のその現状

かき氷というか、細長いかき氷を作ってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、少しはちょっとなんかヒントになったでしょうか？あの、何かしらのね。えっ、ー、とヒントにえっ、ー、としていただければえっ、ー、と嬉しいです。はい、それでは今日はここまでです。それではまた。さようなら次回。バイバイ！